おはようございます。まったぴです。本日は2019年12月16日月曜日、ただいまの時刻はですね、午前4時50分ということで、ちょっと早いんですけどね、今日はこの後花輪線というね、路線の始発列車に乗っていくんですけど、これの時間が盛岡5時6分発ということでね、これは今回の旅で2番目に早い出発になります。一番早い出発はもうちょっと先に出てくるんですけどね、まあ、皆さんどこで一番早い出発が出てくるか楽しみにしておいてください。ちなみに一番早い出発は、午前4時台の出発になります。あと今日は稚内から使い続けてきた北海道&東日本パスね、今日でちょうど1週間ということで、明日から青春18切符になりますけど、北海道&東日本パス最後の1日、になりますということで、今日も一日よろしくお願いいたします。今4時50分過ぎなんですけども、こちらに書いてあります、在来線の改札は4時55分からということでね、まだ開いてないんですね。これから乗るのはこちらですね、岩手銀河鉄道線直通運転、これ花輪線ね、大館行きです。これが一番どうもこの盛岡駅で一番早い列車みたいですね。じゃあ改札が開きましたんで参りましょう。これから乗車する花輪線の列車はおなじみのキハ110系です。これも昨日の山田線と同じ少し車体の大きいタイプになります。車内はこんな感じでガラガラですね。始発列車なので、まあ、ある程度想像はしていたんですけど、実は盛岡出発の時点では今ちらっと映ったおばさんと私、乗客が2人だけでした。さすがにもうちょっと乗ってるかなと思ってたんでね、誰も乗ってこなかったのには驚きました。今乗車しているこの列車は、この後 IGR 岩手銀河鉄道ですね、高麻っていう駅まで走りまして、そこから、花輪線に入るんですけど、青春18切符で乗ってる場合、これ、盛岡から高麻までの運賃は別でね、精算という形になります。この列車は JR の車両で運転していて、もう花輪線に直通するんですけども、青春18切符などで乗車する場合は、この盛岡高麻間の運賃が別で必要になります。私は今日まだ北海道の東日本バスなんですけど、これは岩手銀河鉄道と青い森鉄道全部ね、普通に乗車することができるので、追加料金はなしで使うことができます。今もう発車ね2分前なんですけど、今のところこの列車に乗ってるのは私ともう一人、地元のおばあさんっぽい人がね、一人乗ってるだけです。この列車今のところ2両編成でね、来てるんですけど、まあこの先途中通学時間帯なんかもね、かかってくるので、まあそういうところで利用が増えてくるんでしょう。しばらくはちょっとね、この貸し切り状態で、ゆっくりと見ていきそうです。今日の朝ごはんです。一応岩手だからね、お湯割り、そして定番のヨーグルト、今日はね、パンというかドーナツ、なんかね、おじさんなんですけどね、このいちごとかね、こういうのをついつい選んでしまうんですね。はい、帝国通りに盛岡駅を出発です。先ほども話した通り、乗客は私を含めて、2人だけです。この先は安比高原ぐらいまでずっとね、暗い中を走っていきますので、まあちょっとね、最初の方は、動画もね、巻きで進めていきます。ご乗車ありがとうございます。ご乗車の列車は IGR 岩手銀河鉄道線経由 JR 花輪線直通普通列車の大館行きです。これより先、青山、栗谷川、須磨、滝沢、渋谷、高麻の順に終点の大館まで参ります。高麻から先は JR 花輪線到着追加します。まだこの先1時間ぐらいはね、景色も全然見えないんで、ちょっと朝も早かったんで少しゆっくり寝ていこうと思います。北海道のキハ54とかキハ40は、ね、なんかやたら暑い車両が多かったんですけど、今日のこの花輪線の列車はちょっとね、涼しいぐらいですね。別に冷房が入ってるわけじゃないんですけどね、あまり暖房効いてない感じですね。いつの間にか雪が積もっています。時刻は6時過ぎ、安比高原あたり。
東の空が青くなってきました。トワイライトタイムですね。この日が昇るまでの空の色、やっぱりいいですね。なんか気分的には夜行列車に乗ってるような感じです。盛岡からのおばさんはいつの間にかいなくなっていて、代わりに別のおじさんが一人、乗車していました。相変わらず二人ですね。荒谷新町では反対列車と行き違い、向こうは4両編成でした。ちょうど盛岡への通勤通学の時間帯に、ね、なる列車です。こっちは、この荒谷新町で、おじさんが下車しましてね、誰も乗ってこなかったので、ついに本当の貸切列車になりました。和歌山の始発列車でも起きなかった、この度最初の貸切列車です。荒谷新町から2つ目の田山駅から学生さんが5人乗ってきました。ここはまだ実は秋田県の手前なんですよね。岩手県、側になるんですけども、これは県を越えて通学するっていうことなんでしょうかね。寄り添っている川は、秋田県内を流れて日本海に注ぐ米代川です。つまり県境は、越えていないんですけど、地形的な、ね、分水嶺っていうのは越えていることになります。昔からの名残なんでしょうかね。県境と、分水嶺がちょっとずれてるけど、分水嶺に沿って岩手県から秋田に通ってるっていうことなんでしょうか。その後秋田県側の湯瀬温泉駅や八幡平駅からも学生の乗車があって、全員風の花輪駅で降りました。まもなく風の花輪です。降り口は右側です。まもなく到着する十和田南駅は、スイッチバック機構の駅です。花輪線の盛岡方面からの列車はこの駅に南から進入し、大館方面へは西へ抜けますが、どちらも十和田南駅には、駅の南側から入ってくるので、スイッチバック構造になります。これは駅の北側の方に抜けてですね、小坂方面へ、路線を延伸する計画があった名残だそうです。先日紹介した石勝線の遠軽駅は実際にスイッチバックの反対方向へと、伸びていた路線が、ありましたけど、この十和田南駅の場合はその路線が計画だけで、終わってしまったっていうのが他のスイッチバック機構が残っている駅とは違う点になります。十和田南に到着しました。この駅はスイッチバック構造になってる、駅なんですね。ちょうどここで上下の列車が違いで、止まってます。昔は十和田港観光の拠点駅として、駅前から十和田港への、バスもいっぱい出ていたそうなんですけど、もうちょっと今は、その名残は、ありません。さあ十和田南駅を出発です。この駅からまた学生さんが、大量に乗ってきました。先ほど風の花輪駅で下車したよりもずっと多くの、学生さんが乗っています。反対側、風の花は盛岡方面もそこそこ混雑していましたけど、こちらの方は、ずっと多く乗ってる印象ですね。まだ大館駅までは40分くらいあるんでね、この先もまだ途中の駅から学生さんが乗ってきそうなんで、まだまだ混雑しそうですね。ただこれだけ大勢の学生が乗ってるのに、車内は不気味なほどに、静まり返ってるんですよ。なんでだろう。次は末広です。寄り添う流れは米代川です。主に秋田県北部を流れ、秋田県内では一番長い川になります。先ほども少しお話しましたが、水源は岩手県にあるので、これが日本海に注ぐという珍しい川です。大館の市街地の手前まで、花輪線と、並走していきます。扇田駅を出て間もなく米代川を渡ります。この後列車は大館の市街地へと入っていきます。学生の半分以上は終点の大館ではなく東大館駅で下車しました。まもなく終点の大館に到着です。太陽の位置がなんかすごいんですよ。この川への映り込みとかもね、なんかすごい感動的な絵ですよね。はい、大館に到着しました。ここからは奥羽本線乗り換えなんですけどね、どの方面もね、だいたい1時間ぐらい空きがあるんですね。私はこの後弘前行きの普通列車に乗るんですけど、これも1時間、20分ぐらい空きがあるんで、一回ちょっと駅の外に、出ています。大館駅ですね。ここに花輪線の終点駅って書いてあります。